妊娠して性別発覚後、名付けて家族が分裂して揉めました。性別は男、姑候補ショーンとショーン、ジュン、チョンが気間違いではないです。由来は DQN 鉄板の海外でも通用。旦那候補アイユユメ、アユム、愛思えたら葵。由来は二人の愛の証で他にはない。父母ツヨーオーキング、由来は強くて世界一の王になってほしいから。私翔太郎、まず旦那と話し合ったが、なかなか折れてもらえず、離婚も視野に入れ始めたら、ようやく折れてもらえたところで、常識人の両乙、両乙女、大乙女を召喚。大乙女は、あまり面識はないが、すごく厳しい人。旦那こってり締め上げられ、散々怒られ、大乙女にしないでしばかれ、私に謝罪。私の候補で納得してくれたのと、お酒とギャンブルを今後一切しない。私に対する態度を改め、実家に帰るのは、長期休暇と冠婚葬祭のみと誓う。破った場合は、大乙女即召喚と離婚の約束。姑は、私が仲良くないため、妊娠発覚後は、ストレスを減らすために、あまり関わりたくなかったので、姑討伐は、父とに一任。姑はなかなか手強く、父とも手を焼いていたが、大乙女を召喚すると、姑は、おとなしくなって、今まで私にした嫌がらせをすべて謝罪。私の父母は、話し合いにならない。人間とは思えない。母は、ヒステリックにキーキーわめいて、父は怒鳴り散らして面倒くさかったが、最終的に縁を切ると言われたので、承諾して終了。縁切りした後もしつこかったが、電話は全部無視してた。ちょうど、旦那の仕事の都合で県外に引っ越ししないといけなかったので、電話番号も変えてさようなら。出産の時、病院まで来たが、病院で看護師さんに止められ騒いで暴れたので、警察呼んでもらったら逃げた。電話番号も変えてるし、家も引っ越ししてあるので、もう一切関わりはなくなった。産んでくれて、育ててくれたことに対しての恩はあるが、頭がおかしすぎて関わるのがストレスになるので、もう葬式まで一切関わるつもりはない。わかりやすくまとめたつもりですが、わかりづらかったらすいません。私にとっては人生最大の修羅場でした。妊娠中で不安定だったこともあり、かなり疲れました。子供の名前は、最終的に、旦那と二人で考えて、読みやすくて書きやすい、日本人の男の子の普通の名前になりました。